フィーチャーズダウン。お前今度結婚するんだって。おめでとう。おめでとう。結婚する相手は。相手なんだよ。うん、結婚内定、平亀様、おめでとう。ガフィジュール。これでな、俺のな、年金とか将来もな、安泰するんだよ。いいだろう。そのためにな、平亀様と結婚するんだよ。わかったか。うん、わかってくれていいんだよ。あのな、あと招待状をな、送ってもらわなきゃいけないから、招待状をな、ここに送ってくれ、ここに。間違いんじゃないぞ。間違いないように送ってこい。俺が、総合司会で、よーく、完璧に、司会をやってやるから、そこへ、送るようにちゃんと、間違いないように送れ。それが届けば、やってやるから、バッチリやってる、バッチリ。気持ちいい。あとな、おとは、昔から長いお付き合いをさせていただいておりますけど、今回のようなおめでたいことが何度も何度もこれからあるかと思うと、楽しみでワクワクします。おめでとうございます。この度、私が総合司会をやることになりました、平亀です。ミスがないように、万全で臨みたいと思いますので、一つご声援の方よろしくお願いいたします。彼らのなぜ出会ったかについてはいろいろお話もあろうかと思いますが、それはおいおい彼女たちの方からお話があろうかと思いますので、それを聞いてやっていただければと思います。本当に縁っていうのはどこであるか分かりませんから、常に縁があっても構わないように用意してはいけない。お金の縁もそうです。お金の申しの方と結婚するのも、これも一つの縁ですし、運命の流れです。これは嬉しい流れかもしれませんが、いっぱいここへ送ってね、ここへ迎えに行って送ってね、文章代表ね、それが来れば、また、ハッピーな方がどんどん増えて、楽しい人生の末路も含めて楽しい人生が待ってると思いますよね。うん、羨ましいなぁと思って、もう、平亀はもう終わりかけてますからね、人生ね。いや、本当に、羨ましいな、若い方は羨ましい。本当に羨ましい。この一人が羨ましい。そうだ。はい、すいませんです。あと、その、幼友達の話ですけど、幼友達は、もう何人かいらっしゃったというふうに聞いてましたけど、その何人かはどうされたんでしょうかね。何人かは、グループから出て行かれたんでしょうかね。うん、私もよく顔と名前を覚えてなくて、申し訳ないんですけど、ただ確か何人か出られているということで、その方たちにも、おめでとうを言ってあげて、言ってもらってもらえば、なおかつ嬉しいなと。本人たちも思うと思いますので、ぜひ、おめでとうの優しい言葉をかけてやってほしいと思います。総合司会は、すべて私にお任せください。完璧に、完全にやらさせてもらいますので、失敗などは絶対起きないようにやりますので、ここの方に招待状を送ってください。これ。それだけです。開ける。エアスパークも全部私がやりますね。段取りを全部かわいいって全部取りますから、私ので、間違いなくやらせてください。あとは、プレゼントいっぱいありますね。羨ましいな。ケーキはどんなケーキがいいかなとか、婚約指輪はどんな指輪がいいかな。めんなきゃいけないですね。はい、どうも、おめでとうございます。